突然ですが皆さん、このゲーム見たこと、もしくはゲームセンターとかでやったことありませんかね。僕のことを以前から知っている方は、僕がね、某ロボットアニメが小さい頃から大好きで、すごくオタクなことは知っているとは思うんですけども、その某ロボットアニメにはゲームがありまして、僕も小さい頃から本当にね、たくさんプレイしていて、青春時代を過ごしたわけなんですよね。それにすごい似てる。すごくオマージュされてる感じのゲームかなと思うんですよね。はい。今回プレイしていくのは、星の翼。PC とスマホにて11月21日から日本で正式にリリースされます。このゲームの基本システムとしては、メカ美少女とアーケード 2v2 格闘の遊び方を組み合わせた 3D 対戦ゲームです。PC、スマホにおいてコントローラーとアーケードコントローラーにも対応していて、射撃と格闘コンボ、さらにダッシュ飛行、ガードステップ、覚醒爆発とかね、いわゆるアーケード対戦の遊び方を完全再現しているみたいですね。初めてやるけどやったことあるような気がするんだよな。はい、それではまず基本システム紹介していきましょう。先ほどメカ美少女と言いましたが、本当にその名の通り、メカと美少女です。どう説明しろと言われてもそうなりますね、これね。なるほど。こいつは、強力すぎる。現在使ってるキャラクターは、ベータっていうキャラクターなんだけど、射撃と格闘がね、使えるっていう、かなりベーシックな中距離キャラクターになりますかね。よいしょ。こういうエネルギー弾の連射もあったりとか、ガードもありますね。で、さらに、接近して、切り上げもできると。かなり本当使いやすいね、一番。で、このゲーム、ロックオンはね、自動でしてくれてるので、基本的にエイムとかそういうのは全く必要ないですね。で、このブーストで素早くキャンセルしながら移動もできると。で、格闘でブーストキャンセル。格闘ブーストキャンセル。格闘ブーストキャンセル。なんかできるぞ。なんか知らんができるな。初めてなんだけどな。現在 AI 戦でね、一旦やってみましたが、早速、ちょっと、ゲームプレイの方、対戦の方行ってみましょうかね。一番ベーシックなのが 2v2 マッチで、一応 1v1 もあります。ただ、ある程度プレイしてきたんで、ちょっとランクモードの方、行きましょうか。使用キャラクターは、本当たくさんありますね。キャラ画面の下に書いてあるコストですね。これは電撃マーク3つ書いてありますね。これはコストが3つっていう意味なんですけど、このゲームの勝利条件は敵の戦力ゲージを0にすることなんですが、コストが高いキャラほどその戦力ゲージが撃破された時に減るっていう意味ですね。だから強いキャラほどコストが高いけど、そればっか選んでると、例えば2回倒されるだけでもうゲーム終了してしまうっていうね。逆にコストが低いキャラほど、2回、3回撃破されても大丈夫だったりしますね。はい。なんかどっかで聞いたことあるよね。よし、行きますよ。行きまーす。どうだろう。だいぶ囲まれてる。これ 2v2 ですから、ロックオンはB ボタンで切り替えができると。どうだろう。やっぱカジュアルマッチと違って敵強いかな。味方が2人狙われてるから、2人にねカバーしてあげて。やばい、ちょっと突っ込みすぎたか。試合時間はね、だいたい3分ぐらいってかなり短いんでね、サクッとプレイできるってことですよね。ここ当たる。よし、チャージショットはないのかな、多分このキャラ。よし、敵のゲージはこっちはワンチャン、ワンパンで倒せる。オッケー。さらにこれ打って、ナイス。切り上げ使いたいな。切り上げ、おいしょー、大ダメージ。さあどうですかね。そろそろ覚醒たまるんじゃないか。敵が覚醒出しました。僕の画面右下 95% ってなってますけども、死んじゃった。それを使用すると、覚醒技で、移動スピードアップとか、あと大技が繰り出せるんですよ。どいしょー当たったのか今ので。はい、一瞬で終わったけど試合時間だから相当短いよなこれ。スマホでプレイするには一番いいのかな。思った以上に初めてのゲームだけど、なんかうまくプレイできましたね、多分。どんどん行きましょう。次、このキャラクターですね。中距離キャラ、コスト2、セラフィム。なんか聞いたことあるな。あれ、味方もセラフィムじゃないかダブルセラフィム。行くぞ、美少女マイスターとして成果を見せてやろうじゃないか。これはビームマシンガンと、もう一個はこれなんだ、パングや今パンプって言わんかった。いやパンプはダメじゃないのか。そうだ、中距離でもうチクチクしていく感じだね。近接はいけるのか。パング言うてます。これパングです。なんか粒子とか使ってないですかねこれ。ビットえビットはダメじゃないか。ビット知ってるよ。パングがダメなら他はいいなんてのはないでしょ。ビビ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 パングいけ。パングいや強い強い強い。結構敵近づくの大変じゃないかこれ。あのちょいミリ倒しときたいね。あと少しいけパング。あと LB なんだろうこれ。今使ったっぽいけど何使ったのかいまいち分かんなかったね。1枚やった。ワンダウン。RB をしながら方向キーを上下とか左右で入力するとなんか技が変わるっぽい。だから RB をしながら前だとこのビットで、後ろだとなんだろう今何使ったんだ。で味方の体力やばいな。なんか僕じゃなくて味方ばっか狙われてる。あ、負けちゃった。僕じゃなくて味方ばっか狙われてたな。なんで衛星 2？ ブロンズ、シルバー、ゴールド、ダイヤ。で、だからゴールドスタートってことですね。課金要素としてはキャラクターとスキンのみのガチャシステムになるみたいですね。まあ無料ゲーですからね。多分こう70回、90回って書かれてるのはガチャをあと70回引く中で必ず伝説キャラ、レアキャラが出るよっていう感じかな。キャラクター数はめちゃくちゃ多いっすよ、これ。バーチェなんかこれパージとかするんですかね。なんか知ってるのありますね、いろいろ。他にも聞いたことがあるような。馴染み深いですね。馴染み深いやつが多いですね。スカイセイバー。ちょっと引いてみるか。多分ポイントあるっぽいですね、今。タン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 。はい、外れです、多分何かの素材でしょう。まだ欲しいキャラは出てませんが、まあ今回は出るまで引くんで。お！どちらさん。僕が欲しいのと違うの出ましたね。あ、来たかスカイセイバー。なんかこのキャラだけ異様にかっこいいな。すごいウィングとサーベル。これ変形とかはしないんですかね。味方もコスト3だからちょっとコスト高すぎるか。よし行くぞ。さあブースト性能。あ、くっついちゃった。うわー、なんかその尻尾も見たことある。やばい。うまいぞ、相手がうまいぞこれ。バックショット。射撃装備はそんなないっぽいな。うん、やっぱそうだね。お、なんかビリビリしてるからの。おお、いいよ。なんか敵スタンできるっぽいな。あ、そうだね、敵をスタンさせて切り刻めってことやこれ。強い。おおすごいぞこれ。ブースト LB 押すと、おおかっこいい。すごい、なんて機動性だ。やばい LB で超加速できるこれ。やばい、まずい。よしナイス。ちょっと真剣にやらないと勝てないこれ。相手はうまいぞ。敵が覚醒。バックショットまずい。落ちる。あ、ちっと体力マジで見る。63。まだ抵抗するのなら。あれ、なんか聞いたことあるセリフ。いっちゃった僕が。やばい、もうコストがない。これはマジで勝った。あ、マジでちょっとね、うちらのコストが高すぎて、もうゲージギリギリだったんですけどね。いや、このキャラめっちゃ楽しいな。ちょっと普通に面白いので、もう一試合いきます。まださ、覚醒技できてなかったよね。で、LB は、こうからの。やばい、近づきすぎ。やばい、邪魔すんな。味方助けて。ダウンダウンして、様子見て。どうだ、待って、後ろ来てるか。よしビリビリさせたけど、ちょっと敵がいるから切れなそう。よしビリビリさせてるよ。いけ味方ナイス。この敵をねスタンさせて格闘に持ち込むってのが多分大事っぽいから。こうガードもあるからな。ガードうまいこと使えるかな。おほうこのコンボどうやってやってるのか分かんないけど。こうこう、いや楽しい、このキャラめっちゃ楽しいほらいいぞ。まだ抵抗するのなら覚醒技がたまる前に試合が終わっちゃうんだよな。よし、あと一つフィールド、RB と横右か左右の横入力でスタンっぽいね。敵が覚醒してきたか。チンチンチン、はいはいはい、こっちも覚醒、半分で覚醒だが、ああ赤くなってる。これは今のはもしかしてトロッダムですか？今のはトロッダムじゃないですかもしかしてこれライザーってことですか？もしかして。よっ、オラオラオラ、いや気持ちいい、めっちゃ楽しいなこれ。あれだ、これ完全にダライザーじゃねえか今思えば。よーし、ビクトリー。いや楽しいな、ちょっと普通に動かしてて楽しいで、試合時間ねだいたい平均3分ぐらい、めっちゃ短いからサクッとできていいね、うん、これだったらスマホで外でプレイするってのもちょうどいいかもしんないね。最後にこのゲームのねログインボーナスだったり課金要素っていうのをまとめたいと思います。多すぎてねややこしいんですよね。で、まずこのログインボーナス、1日ごとにガチャのポイントだったりキャラクター交換チケットだったりをもらえて、でこの7日目に、伝説キャラクターを1人選んで獲得できると、無料でキャラクター選べるよっていうのが1個。初心者任務のこのクエストたちですね、これらを全てクリアするとこのシャオリンっていうキャラクターが直接募集できます。ゲットできるっていうことでいいんでしょうかね、おそらく。さらにショップにはこのキャラクター支援契約っていうのがありまして、期間中限定で全添付キャラを使用可能と、610円でキャラクターをお試しできるっていうものもありますと。課金要素はキャラとスキンって言ったと思うんですけど、まあこんな感じで色違いだったり水着もあります。あ、これ動かせるやん。おー、わあ、なんかこのシールドの形状見たことあるな。これってなんか一個ずつ飛んでいったりしませんよね。ケルディムじゃなくてケルビムか。あー、ほな違うか。添付ってアイテム何なのかなと思ったんですけど、なんかキャラクターごとにこのレベルアップができるみたいで、でそのレベルアップ時に必要なアイテム、左右プラスサブ射撃が新武装、ビームキャノン、これそんなレベルアップしていくとそんなに変わるの？メイン射撃ダンスプラス2とかあるんだけど、この辺他のゲームだとあんまバランス的に聞いたことないから、まあ、ちょっとどうなのかわかんないけど、その強化に必要な添付アイテムはそのシーズンパスにあるこのねバトルパスですね。でゲットできるこの赤いアイテムね、シーズンコインですね。こちらをたくさんゲットしてシーズンストアで交換できると。この添付の強化アイテムですね。28,500 ポイントと。特別募集チケットとか。これはガチャですね。ガチャを引くときに必要なやつ。チケットと交換できたりとか。スキンとも交換できるみたいですね。無料でいろんなアイテムをゲットする方法はあるみたいなんだけど、結構ややこしいですね。ややこしい。これちょっと大変かもしれないけど、ここはまあ今後アップデートで改善してくれたら嬉しいところではあるかもしれないです。はい、すいません。僕もね資料を確認した中では完全に把握しきれてない気がします。はい、ただ無課金だったり低課金でもまあ楽しくプレイできるようにはしてくれてるみたいですね。まあ、今回は星の翼ね、新しいゲームプレイしていきましたけども、まあ、スマホと PC でね同時にリリースされるみたいなんで、ぜひ動画概要欄からダウンロードしてチェックしてみてください。動画は撮り終わりましたけど、普通にこのゲーム面白かったんで、ちょっとこの後もプレイしようかなと思います。